どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガーズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめるようになりますよということで、日々簡単なレッスン公開しております。今日もモリモリ始めていきますよ。さあ、今日のテーマソング最初に発表しましょう。今日の曲はこちらです。ドン Kissin' Christmas クリスマスだからじゃない。桑田佳祐さんとユーミンのこのコラボ曲ということなんですけど、これがですね、これは1986年と87年に行われたメリークリスマスショーというテレビ番組のテーマソングとして作られた曲が今年またこうにわかに復活してですね、リリースされたということで、やろうと思うんですけど、これ皆さん原曲知ってますか ?7 分以上あるんですよ。めちゃくちゃ長いんですよね。で、いろんなサザンの曲とユーミンの曲が織り混ざって、もういくつ寝ると、なんつってお正月の曲まで混ざった、まあすごい曲なんですけれども、まあここはガズレレですから、この曲のキーポイントとなるめちゃくちゃ印象的な部分だけをキュッとこうパッケージにしましてですね、ガズレレオリジナルショートカットスペシャルアレンジでお届けしたいと思います。このサビがですね、めちゃくちゃいいんですよ。これ思いっきり歌っていきましょう。これだから、1986年ですからもう何年前だろう ?40 年近く前ですけどね、今聴いても全然この、最新の曲じゃないかっていうぐらいのね、クオリティの高さで、歌もね、結構難しいですよ。だからここが面白いところ、取り組んでみてください。さあ本日はですね、G-Love のブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンしていこうと思います。こちら初めてウクレレ Amazon でですね、皆さん即ゲットできますからね、ぜひチェックしてみてください。さあ、早速始めていきましょう。いつものように2バージョンです。Kissin' Christmas。まず最初は、初心者さん向け超シンプル簡単バージョンゆっくりめでやります。ゆっくりでコードもね、結構、簡単コードばっかでまとめているんですけれども、歌がやっぱり難しいですからね、聞き込んでトライしてみてください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはやっぱりリズムですね。リズムでさらにムードを高めていきましょう。クリスマスっぽい、こう、抑揚をつけて、これがポイントになると思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ、皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけでこれから自分の手でどんどん音楽楽しく生み出せるようになりますからね、始めていってください。さあ、レッスン入っていきましょう。Kissin' Christmas。クリスマスだからじゃない。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンです。ガズレレオリジナルのいいとこ取りギュッともうギュッとしたショートカットアレンジバージョンでシンプル簡単バージョンやってみる。1、2、3、4。「Kissin' Christmas クリスマスだからじゃないガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりバージョンでやってみました。いやー、このサビですよね。ここの誰も見ていないからI kiss alright この辺の感じがもうたまらない。これ言葉のリズム感、これ言葉のリズム結構大事になりますからね。これリズムに乗って歌を歌っていく、これを意識していきましょう。そして今のシンプル簡単バージョン、いきなり最初のイントロのところちょっと難しく感じませんでした？ちょっとテロップ見てもらうと最初に G7 が1個飛び出してるじゃないですか。ここがポイントです。ちょっとやってみますね。 1,2,3,4 でんでん。わかりますかね？最初のこの G7 は、カウントの4番目から入ってくる、ちょっと食い込んでくるパターンなんですね。これがこの曲のちょっと特徴ですんで、最初にここだけ、ちょっとレクチャーしておきます。そしてね、今見てもらったらわかると思うんですけどね、この曲はガズレレオリジナルのいいとこ取りをキュッとしたショートカットアレンジになっております。何せ原曲は7分オーバーのもう超大作ですからですね。いやー、ちょっとこれはですね、7分のレッスン動画っていうのはなかなかあれだなと思ったんですけど、まあ、ガズが思ったこの曲のね、もういいとこ取りギュッとしました。ぜひまずここから始めていって、これを中心にもっと深めたい方、7分の曲トライしたい方はですね、ガズレレではそれぞれのね、間に入ってる曲ね、レッスン動画取り上げてるんですよ。なんで、それを軸にですね、恋人がサンタクロースというレッスン動画も上がってるし、まあ、この中で取り上げられてる曲が上がってるんで、うまいことミックスしてやってみていただければと思うんですけど、一度まずはね、このガズレレバージョンで練習してみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますね。それ見ながらウクレレで練習してもらって、まず1個目のゴール設定としては、ガズさんのシンプル簡単バージョンの演奏に合わせて一緒にできるようになったら、素晴らしいと思います。今日はね、この曲やっぱ歌がね、結構タイミングとかメロディーかなりね、難しいっていうか、かっこいいっていうか、いろんな要素詰まってるんでね、ちょっと聞き込み必要だと思いますけど、まずそこまでチャレンジしてもらって、一緒に演奏できるようになったよという方、おめでとうございます。次のステップに行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 動画を一切見ずに皆さん一人でリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのは大変ですからね、まず最初は楽譜練習がいいと思います。楽譜を見て何回も何回も練習しているうちに覚えちゃって、いずれはもう雪降るクリスマスイブにこの曲歌うとか最高だと思いますけどね、ぜひやってみていただければと思うんですけれど、楽譜ってでもどこにあるんだろうということで、ちょっと困るなというようなことだと思いますが、安心してください。今の演奏はガズさんのこの手書きのノート38冊目、ここにこんな風に書いていきましたと。はい、見てください。なかなかぎゅうぎゅう詰めになってるんですけど、これね、もうちょっとしたらこんな風にカメラに映して、みんなもこんな風に書いていったらいいじゃんっていう風にシェアしようと思うんですけど、その前に、映す前に、これご注目ください。ガズクラブです。このガズクラブ、ちょっとご紹介させてください。これガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたクリスマスだからじゃないを含む、ガズが今まで手掛けて書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたい、みたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできて、ご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回、ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これを体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブ、ぜひチェックよろしくお願いします。そして、これとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですから、ちょっとハイレベルですよ。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回、ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから、皆さんちょっとね、レベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日、ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるので、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。Kissin' Christmas クリスマスだからじゃない桑田佳祐さんとユーミンさんの、伝説の曲ということでございますけれどもですね。はい、ガズレレショート版でございます。いいとこ取りをギュッとまとめたこの曲のいいとこ取りです。見てもらいたいんですけど、ここさっきも言ったんですけど、イントロちょっとね、不思議な感じのコード進行。ちょっと読みづらいんですけど、ここでワンブロックなんですよ。ワンブロックコード4つなんで言っているんですね。で、ここ3って書いてあるじゃないですか。だから、これを3回繰り返した後、こっちに行って、歌に入っていくということなんですけど、ここね、最初、今もちょっと説明したけど、1個 G7 が飛び抜けてるんですよね。なんでさっきも言ったけど、カウントできますよ。1、2、3、G7、G7、C、C、C、G7 みたいな感じです。まあこれ見てもらったらわかると思うんですけど、一応楽譜ではこんな風な書き方をしました。で、この下に矢印とかこう書いてあるじゃないですか、伸ばすとか。これかっこいいバージョンで、ここちょっとかっこいいシンコペーションのアレンジになってますんで、期待しておいてください。かっこいいバージョンの解説。そしてここ、最後の1回なんですけど、最後ここやったら C で、これ6拍分伸ばすんですよね。ちょっとここのリズムがややこしいんで、ここのメロディーをシンプル簡単バージョン、0000って言ったんですけど、シンプル簡単バージョンはこのメロディーも弾きますと。後でちょっとここ解説しますけれど、この6拍っていうタイミングをつかむのがちょっとポイントになります。はい。まあちょっとそこはね、練習していただくとして、こうやって移していきますね。で、ここから A メロが始まりますということですが、これ歌のタイミング見てもらうとわかるけど、全部裏拍で入ってきます。これはね、なかなかね、この曲難しいですよ。まずね、ちょっとこうやって移しとくんで、時間ある方はこの通りに、一時停止して書いてもらいたいんですけど、今紹介させてもらったガズクラブ。で、このね、手書きのガズさんの手書き楽譜ダウンロードして、デジタルデータでご活用いただくのめちゃくちゃ今日もね、有効です。ガズのノートの特徴を見てください。ここに V の印が書いてあるでしょ。これリズムが変わるところを記してるんですよ。ちょっとやってみましょうか。ここね、いきますよ。ワン、ツー、スミチ、ゆく人の遠い気が、わかる？ここのリズムが変わるの全部伸ばしているところの間で裏で変わるんですよね。道行く人の遠い気が、みたいな感じで、どんどんこれ裏で、ここが難しいんですね。はい。星屑に消えて、全部裏で来てる。これがポイントですね。あと、ここ見てください。かっこいいバージョンではここにフレーズが入っていきます。こういうコードが変わったり、この辺も解説していきますと。なんでこんな風に、ガズクラブに入って、この楽譜の、データ、ダウンロードしてもらうとめちゃくちゃ有効です。あとこの歌詞カードに出てこない、これ伸ばすところもね、ガズのノートならではですから、これもね、ガズクラブ、ぜひご活用いただければと思います。お時間ある方はこの通りに書いてもらうといいと思います。はい、まずはこれ1番の1、2、A。一時停止で。いいかな？一時停止ね。はい、そしてここ。ここがね、この B メロがいいんだ。クリスマスだから。これがね、渋いですね。ここもタタタタタって姫が入ったりとかして、はい、で、ここですね。ここサビ。ここがもうなんか思わず歌っちゃうね。誰も見ていないから、I kiss alright。ね。ここ歌いたいやつです。で、これ、ガズレールのオリジナルアレンジで、まずこれサビをやるじゃないですか。ここまで来て。ここ見てください。1回目の時は A マイナーで、おーやって G7 で繋いで、もう1回サビ戻ります。ここに戻ってきました。で、ここ来て2回目の時は、ここ A マイナーやって、最後の、ここに行くんですね。繰り返しになるわけです。これ。今年の思い出に全て君がいる。はい。これ最後2回繰り返して終わるということでございます。で、最後のエンディングオリジナルで F、G7、C という感じでちょっとやってみました。はい。ガズレレ簡単版アレンジとなっております。ぜひやってみてください。出てくるコード見ていきましょう。出てくるコードはね、そうだ。ちょっとここ説明したい。ここにですね、ここフレーズ1って書いてあるね。このフレーズ1はね、これなんですよ。後で解説して、これかっこいいですよ、このフレーズ。かっこいいバージョンではね、これやっていきますよ。それではコードを見ていきましょう。赤く囲ってるコードはかっこいいバージョンで出てくるコードはね、隠しておくと、今やったシンプル簡単バージョンは入門コード7個でございます。C と Am、F と Dm、D7、G7、Em7 ということなんですけど、今映ってるこの7個のコードはガズレレでは安心の入門コードでございます。はい、こちらはドン。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにね、ドーンと10個覚えようと思うともうごっちゃごちゃになるので頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。じゃあ、ここから、早速、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、これね、やっぱり聞き込みが相当必要です。特にこの A メロなんですけど、1番と2番で、最初1番は、桑田佳祐さん。2番はユーミンさんが歌ってるんですけど、歌い回しがそれぞれです。全然違うんですよ。ここのね、微妙なね、このニュアンス、きっちり掴んでくださいね。なんかね、その感じがね、すごくこの大事というかね、いいんですよ。なんかその2人の色がここで出てるっていう感じがしてですね。楽しみながらね、これを覚えていきましょう。ということで、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンは1個だけコード追加 G7 サス4です。これ簡単。入門コードの1個 G7 押さえといて、小指見てください。ここ、1弦の3フレット足したら G7 サス4。離したら G7。これはね、よく出てきます。はい、これをどんどん使っていきます。出てくるリズムは今日はね、リズムの名前だけどシンプル。はい、これです。ドン、アルペジオと8ビートの茶。この2つのリズムでやっていこうと思います。今映ってるこのリズムの解説は概要欄に貼ってある、ウクレレでできるリズムのいろいろというところの、URL のところに、ジャンプしてもらうと、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、全然わかんないなという方はそこから、レッスンちょっとスタートしていってみてくださいということなんですけどね。これね、最初のイントロのところがかなりですね、ちょっと不思議なリズムというか、シンコペーション。この矢印マークが出てくるシンコペーションのリズムで、やってるんですね。で、ちょっと聞いてもらいましょうか。かっこいいバージョンではね、シンコペーションのリズムプラス伸ばすっていう表現でちょっとやっていこうと思います。いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、パッパン、うん、パッパ、1、2、3、4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 、1、2、3。こんな感じです。いやー、このリズム。なんかノリわかります？ワン、ツー、スリー、ダッツターン、ダッツターン、ダッツターンってこう進行ペーション、食い込んで食い込んでってなってるんですよ。これはですね、一応表に書くとこんな風に矢印マークのところで食い込んでくださいということになるんですけど、ちょっとね、まあこれ雰囲気で、ムードで聞いてもらって掴むのがいいと思うんですよね。ちょっともう一回やりますよ。ワン、ツー、ワン、ツー。伸ばしたら、1、2、3、でででで、道行く。はい。今のででででっていうやつは、一弦で、3、2、3、2。これでタイミングをつかむ、すごくきっかけになると思います。歌がね、ここ入るタイミング、6拍開けるってことで、伸ばすってことで、ちょっと難しいんですよね。ここでね、このタイミングを測ると言ってます。ここはね、3拍目で袋のフレーズを入れるといいんですね。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。1233232道行くっていうガイドになるんですよ。このね、フレーズが1弦の3232。もう一回ちょっとイントロ最初からゆっくりめでやります。1、2、1、2、3、4。てんてん、たったん、たったん、1、2、3、4。1、2、3、4。アップ、アップ、アップでいきますね。たったん。次ね、伸ばす。1、2、3、でん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 。道行く人のってこんな感じのリズムってことです。この最後の6拍伸ばすところの一弦のフレーズ、これでタイミング、歌のタイミングすごく測りやすくなると思うんで、ワン、ツー、スリー、てててて、道行く。これを覚えておくとかなり参考になるかなと思います。これ歌い出しちょっと難しいですね。で、1番のAメロ、桑田佳祐さんのところのパートなんですけど、ここはちょっと、ね、悩んだんですけど、そのウクレレ1本でやるときの、抑揚として、アルペジオ使っていこうと思います。道行く人の吐息が星屑に、次でフレーズを入れるんですけど、ちょっと聞いていてください。星屑に消え。はい。C を押さえといて、2弦の1フレット1回入れます。で、また離して F です。ダーン、ドーダン、F。F です。これね、正確には C サス4っていうコードなんですよね。C を押さえたまんま2弦の1フレットなんですけど、コードネームよりもね、2弦の 010F の方がもう分かりやすいかなと思って。C で伸ばしといて、10F です。今10っていうのは2フレットですね。で、10F。はい。これが言葉にちょっとシンクロしてるんですね。星屑に消えてからやっていきましょう。ワン、ツー、スリー、星屑に消え、気づいたら、君が、こんな感じです。でんでんでん、気づい、流れていく。気づい、こんな感じですね。はい。ここすごく流れるようなフレーズでかっこいいところです。これはね、1番も2番も同じところで入ってくるんですけど、この後ですね、ちょっとそのまま続けていきましょう。気づいたら君がそっと手を繋いだ。G7 サス4から G7。ここで1番が。で、2番からは8ビートのチャになります。8ビートのチャになるんですけど、ちょっとね、力加減をね、これからずーっと8ビートのチャが続くんですけど、A メロの8ビートのチャ、ちょっとね、これ弾く力を弱めっていうか、軽やかに弾くのがいいと思いますね。忘れちゃいたくないよね、今夜の日。同じ。でんででん F。はい。チャを入れてもいいです。ダン、チャッタン、ダン、ダン。はい。ここのフレーズね、同じですよ。C ヒートに2弦の 10F です。はい。で、その後、泣きそうな街中よりって感じですね。キラーキラーして、このキラキラしての後に超絶かっこいいフレーズを弾いていこうと思います。ちょっと聞いていてください。せーの、泣きそうな街中よりキラーキラーして。かっこいいでしょ？ででででんでででっていうフレーズなんですけど、タブ譜で書くとこういう風になります。これタブ譜っていう楽譜なんですけれども、これ読み方概要欄に貼っとくんですけど、ちょっとこれね、よく見てもらって、こう、上の段が1弦、2弦、3弦、4弦になってて、数字はね、フレットの数なんですよ。なんでこれすごい簡単なやつになってますね。最初は2弦の0、2弦の1、2弦の3、その次1弦の3、次、2、3、5。2弦と1弦のフレーズというのがここでわかります。これでフレーズを弾いていきます。見ててください。一応ね、単音で弾いてみると2弦の0、1、3、1弦の3、2、3、5ですね。これをコード全部弾きながらやるんですね。最初の2弦の1、0、1、3の時は C 押さえたままです。見てて、ほら。C 押さえたまま、次の3の時に、1弦の3の時に C になります。3、2、3、5。わかる？ダダダ3。この3の時に C になります。ね。2弦を離すってこと。なんかそれっぽく聞こえるでしょ？タイミング、こんな感じですよ。せーの。もう一回。せーの。でん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 。このフレーズ、流れの中で弾くと結構難しいからね。キラーキラーして。こんな感じですね。はい。で、その後 B メロに入ってきます。これも普通の8ビートのじゃ、ここからシンプルですね。最後サビに行く前にちょっと決めてタタタタタっていうのがありますね。これやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。何か特別なことをしてあげる。ここ、タタタタタ、G7 でタタタタタなんですけど、余裕がある人はここ。一瞬ですけど、ダッ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 ってカッティングで、左手で音を止める。止められると、なおベターですけど、難しかったら、ダダダダダンみたいな感じでいいと思いますね。ダダダダダッカッカッカッ。こんな風にちょっとこれもまあカッティングですけど、こういうちょっとね、余韻が入ってもかっこいいかもしれない。もう一回ちょっとそう。せーの。何か特別なことをしてあげる。で、サビに入っていきます。で、サビではシンコペーション出てきますね。やってみましょう。誰も見ていないから、I guess go up, go down. ここ、ダンダバーン、シンコペーション。気持ちがいい。これがね、かっこよくて気持ちがいいんだけど、早くなっちゃいがちなんで、ここ要注意です。で、こんな感じでずっといくということで、あとはね、繰り返しですね。なんで、こういう風に説明するとすぐなんですけど、これね、この曲の難しいのは、毎回なんかね、こう、フレーズが入ったり、決めが入ったりっていうのがまず1点と、あとさっき出てきた B メロに行く前の、ででででででで、こういうメロディーフレーズはもちろんこれ、練習がかなり必要だと思いますね。で、あとね、この全体のくぐりの大きいね、難しさとしては、リズムがですね、これ8ビートなんですけど、ゆったりなんですよ。このね、ゆったりの8ビートのリズムをずっとキープするっていうのがですね、難しいっつうか、もうどうしたって速くなりますから、これサビなんでね、誰も見ていないからってやりたいんですけど、この後、alright, so fine でやってると、もう、気持ちよくなっちゃって、リズムが絶対速くなりますから。これめちゃめちゃ速くなる。だからそうするとね、誰も見ていないけど、どんどん速くなっちゃってね。このね、このどっしりしたね、遅い、ゆったりな8ビートをキープするっていうのは、これ思いのほかですね、なかなか修行が必要なんですよ。なんで、行きたくなっちゃうんですよね。気持ちよく歌ってるとね、どんどん速くなっちゃいがちな要素がこれ詰まってるんですけど、結構ゆったりなんですよね。そこがこの隠れた難しいこの曲のところだと思いました。で、さっきから何回も言ってるように、歌はですね、全然簡単じゃないですよ。めちゃくちゃ難しいっていうか、難しいっていう表現じゃないね。やっぱ二人のこのニュアンスがよくこう表されているこの言葉のタイミングとメロディーライン。ここはですね、まあじっくり聞き込んで、まあだんだん自分のものに染めていくみたいな感じがいいと思います。そしてやっぱこの曲の持つメッセージってなんかやっぱりね、恋人同士がなんかこう、クリスマスだからじゃない。曲名からも表現されてますけどね。でもこの曲はね、その86年とかね、87年、1980年後半になってもう一番こう、J-POP とか世の中が一番キラキラしてた、もうすごい時ですからね。そういうね、キラキラ感がもうたっぷりなんですよ。もうキラキラがもうすごい。だから、今これ歌ってですね、このキラキラ度を高めていきましょう。そんな思いとともに歌っていきましょう。さあ、それではレッスンを始めていきますよ。かっこいいバージョンで。Kissin' Christmas、クリスマスだからじゃない。桑田佳祐さんと松任谷由実さんの名曲、ガズレールかっこいいバージョン、ショートカットオリジナルアレンジでやってみる。1、2、1、2、3、4。道行く人の吐息が星屑に消え、気づいたら君がそっと手を繋いだ。忘れちゃいたくないよね、今夜いる瞳。泣きそうな街中よりキラキラしてクリスマスだから言うわけじゃないけど、何か特別なことをしてあげる。もう誰も見ていないから I kiss you alright, so it's right。 いつも照れてるYou gotta be right in this holy night。 今年の思い出に全て君がいる。誰も見ていないから I kiss it alright, it's so it's right。 いつも照れてるままに過ぎる。 You gotta be Kissin' Christmas、 クリスマスだからじゃない、ガズレールかっこいいバージョンやってみました。もうここまでのこの今やったところだけでももうめちゃめちゃキュンキュンきますよね。なんて言うんだろう、このいい、なんつうんだろうね、このクリスマス感も高いし、なんかこうワクワクした時代、エネルギッシュな、もうこの先もうすごいいいことが起こるぞっていう、そういう可能性も一緒に感じちゃってんだと思いますね。皆さんもその感じながらまだまだ行きましょうということで、楽しんでクリスマスに向かって演奏していってください。はい、お知らせです。こちらちょっと見てみてください。これサムネイルなんですけど、白いウクレレ持ってます、ガズさんね。これ今度ね、今週末行われる、大阪で行われる G-Love ガズレレウクレレのポップアップショップ、どこでやるかというと、ららぽーと泉です。大阪のね、泉にある島の学生店さんの店内でポップアップショップが行われる中で、このららぽーと泉店島村学生店が特別オーダーしたこの白い2本、これがやばいですよね。あとこれの展示はもちろんですけど、G-Loveガズレレのフルラインナップの展示とか、アンプとか、G ソリッドの展示もあります。ぜひ大阪界隈の方、このポップアップショップ、ららぽーと泉にお越しください。で、あとね、新しい本のお知らせです。はい、この本が、今度12月22日に、リットミュージック社から出版されます。はい。で、実はこの本新しく出るんですけれども、この緑じゃねえ、青い本は、かつて出していたウクレレソングブック1と2という、2冊の本が1冊にまとまって、200曲収録で、大きさは、見ての通り、めちゃくちゃちっちゃいハンディ版になって再登場。で、こっちのピンクの本は、はい、これはかつて出していたウクレレソングブックの3と4が1冊にまとまって200曲入り、こっちも同じ大きさちっちゃくなって、2冊同時それぞれ発売です。全国の楽器店さん、書店さん、Amazon で、大好評、今予約受付中です。ぜひご活用ください。これちっちゃいんで、持ち運び用としてお持ちいただくとか、これからガズレレ始めたばっかりの人は、これすごいちょっとお買い得なんですよ。なんで2冊買うよりもお買い得だったりとか、あと実家に置いておくとか、車に積みっぱなしにしておくとか、職場に置いておくとか、あとこれね、開くときにすごく開きやすいね、特殊構造な楽譜になってますんで、いろんなところでご活用していただけるんじゃないかなと思います。ぜひよろしくお願いします。あと、それとガズレレではね、アプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんで、そこで見てもらって、いいなと思ったら、1曲からでも、セットでも、楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っている、デザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。で、アプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも。これもね、Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですね、もう一個やってるんですよ。これ。ガズピアノ。これ、超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そう、だから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室。ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか、T シャツとか、ここに挟んでる水引きとか、もういろんなんで可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、あちこち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G-Love ではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよってお勧めして教えてあげてください。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。